ほう。感謝の印、喜びの声をポッキー1本分で宇宙って。いつもありがとう。これからも家族でポッキー何本分話そうかな。シェアハピネスポッキー。そうですね、やっぱりもうあのこうずっとやってきてるシリーズですし、あの家族の3人もなんか自然と家族になれる感じがしてきて、最初やっぱり初めてのお仕事ってみんなドキドキすると思うんですけど、そのなんかドキドキがあのなくなって、なんかとっても穏やかな時間の中で撮影してる感じがします。やっぱりこのポッキーをつなげて、ポッキーの箱をつなげてハートを作って、そこからサプライズするっていうこの企画はあのとても斬新だなと思ったんですけど、なんか若い子の中でこういうのが流行っているというのを聞いてとても新鮮だなと思いましたし、うちの娘もきっとやるのかなと思って、あのそこがすごい印象的でしたし、あと今日はあの天気が雨予報だったんですけど、ものすごい天気が良くなったので、まあ私の晴れ女のおかげかなと思ってます。その場に定着したくないっていう気持ちが、まあ、ずっとあるんですけど、なんやっぱりこう仕事を長く続けてくると、なんかこう新しいことにチャレンジしたりすることが怖くなったりすると思うんですけど、そういうことを恐れずにやっぱり今にとどまらないで、ちゃんとこう進める力をちゃんと持ちたいなと思いますし、やっぱり一つでも二つでもこう成長したいという気持ちがあるので、やっぱりやったことのないような役に、まあ、仕事の面ではチャレンジしたいなと思いますし、あとまあプライベートでもこれやってみたいなと思ってたことを、あのこう漠然と考えてたことを実現させたいなという気持ちはあります。意外とサプライズ好きなので、もう自分もするし、こうサプライズを受けることが多いんですけど、やっぱり子どもの頃の記憶で、私小学生の高学年ぐらいからずっとピアスを開けたくて、で母親にピアスを開けたいって言ったら、自分の体に穴を開けるなんて絶対許さないって言って、で16歳になったらもう一度考え、あの言ってきたら考えてあげるけど、もうその頃には忘れてるでしょって母親に言われて、でも私はそれが多分10歳11歳ぐらいだったと思うんですけど、ずっとピアスが開けたい、ピアス開けたい、ピアス開けたいと思ってたんです。そしたら16歳の誕生日のプレゼントに、私が描いた絵をモチーフにしたピアスを母親がプレゼントしてくれたんです。泣きそうですか？いやでもそれはすっごい嬉しくて、そのことを許してもらえたっていうことと、その私の描いた絵をピアスに作ってくれたっていうのがもう本当に嬉しくて、すごい記憶に残ってるんですよね。あのもういっぱいあって、あと30歳の誕生日の時に、私野田マップの舞台をやってたんですけど、あの朝いつも通りにあの舞台中楽屋に入ったら、自分の楽屋そんな広くないんですね。何畳ぐらいかな、4畳、4、5畳かなのところに全キャストが詰まってたっていう全員がその中に入って、もう立ってられないので、こう椅子の上に立ってたりとかして、ものすごい圧が、でそれでおめでとうって言ってくれた誕生日が30歳の時なんですけど、なんかそういうこととか、ま、いっぱいありますよね。やっぱりバレンタインってい こうきっかけは、好きな人にこうその気持ちを伝えたりとか、家族に感謝を伝えたりとか、こう友達になんかありがとうって言えるいい機会だと思いますので、あのこのポッキーの私たちの家族みたいに、ぜひその日は自分の大切な人に
思いを伝えてください。毎回そのお二人が私の緊張とかをほぐして、撮影しやすい関係にしてくださるので、今回もすごくリラックスして撮影することができました。印象に残ったシーン、やっぱり大きなハートポッキーはすごい迫力だなと思いながら撮影してました。プライベートではバーベキューをしたいですね。バーベキューをしたいって言って3、4年ぐらい経つので、来年こそバーベキューをしてみたいなと思ってます。なんかすごい小さい頃からの憧れなんで、なんかインスタグラムとかでよくたまに見かけ、なんか友達同士でバーベキューをしてるところとか見かけると、すごいあいいなって思います。はい、私の父がバレンタインの次の日が誕生日なんですよ。でその毎年誕生日プレゼントも兼ねて贈り物をするんですけど、ホワイトデーに必ずお返しをくれるので、なんかこの大きなハートポッキーを多分あげたら、ホワイトデーにすごい倍の大きさになって返ってくるんじゃないかなと思います。こんにちは、南沙羅です。ポッキーの新 CM が完成しました。今回は見ていてほっこりするような、なんか可愛らしい映像になっているのかなと思うので、ぜひご覧ください。サラちゃんが結構おとなしめの子なんですけど、なんかだんだん心を許してくれてきたかなというか、自然になんか話ができたり笑顔になってくれたりするようになったかなと思います。はい、足がちっちゃいねとか、そんな大意のないことですけど、でもなんかどんなものが好きなのとか、そんな話もしますしね。はい、まあ、おかげさまでこうやってお仕事させてもらえてるんで、まあ、それをしっかりやっていかないとなっていうのと、まあ、ちょっとね真面目な話になっちゃいますけど、最近災害とかね多いから、なんかそういうのがね続かないといいなと思いますけどね。人になんか贈り物するのとかは好きなんで、親しい人とかお世話になってる人にはサプライズっていうほどじゃないですけど、普通に誕生日プレゼントとかそういうことはさせてもらうことありますね。家族とかも含めて。